ションの設定次第だと思うけど、これでも多分問題ない。待て、クーボがやばい。おれちゃった。そんなことあるんか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は久しぶりにやっちゃいましょう。当チャンネルの人気動画、空中空母を作る第2回目。空中空母来た。前回めちゃ作るの大変で、着艦させるのも時間かかったんだけど、今回はもうちょっと本格的な機体を作りたい。前は作れるかどうか調べる的な理由もあったからな。早速作っていくんだけど、その前にやることがある。なんや？前飛行甲板はパネル敷き詰めて作ったんだけど、このゲーム、パーツ数が多くなればなるほど動作がめちゃ重くなる。確かにカクカクになっとった。それが、最高性能の GPU でも FPS が一桁になるから、なんとかしないといけない。ほう。そこで、大量のパネルを使う代わりに、平らにした翼で飛行甲板作れるんじゃないか思いついたんだよね。後ろでやっとるこれか。多分翼2枚で100個くらいパーツ数削減できるんだよね。ええやん。とりあえず構造が分解しないか確かめないといけない。後ろにエンジンをポイポイって乗せて試験飛行開始。このゲームいろいろ罠というかバグあるからな。エンジン燃焼開始。めちゃ加速しとる。姿勢安定、加速は問題ない。ほんの数秒で時速 830km 突破。機首を上げて飛行姿勢を見る。飛んだ。よし、飛行姿勢も問題ない。多分飛行甲板として翼を利用しても影響はないと思う。それにしてもすごい速度や。ほとんど空気抵抗ないからエンジン直置きみたいな速度出るね。おっとっと、回転しとる。エンジンの水力変化だけで飛んでたから制御できません。でもこれを使えば大幅にパーツ数削減できるからめちゃいいと思う。緑くん落ちる。また尺が長くなりそうだからサクサクやってくよ。この類のゲームにありがちな貫通しないかどうかも確認しないといけない。艦載機発進できるか試験か。さっきと同じ翼の上で飛行機展開。貫通はしとらん。ちゃんと当たり判定というか、そんなのあるね。あれ？これね、硬着装置が貫通してる。構造の下行っとるわ。バグなのか仕様なのか。展開中は上にあるけど開ききると落ちるから多分バグだね。ということは飛行甲板に翼は使えんで、第1回目みたいにパネルにしないとダメかね。ちょちょ。でも試験線と翼で作っとったら大変なことなっとったやろな。離陸できないどころか作り直しになるからね。ズンちゃん偉いでしょ。作り直しになるからね。ズンちゃん偉いでしょ。パネル1枚は縦横5メートル。6枚やから横幅30メートルか。今回は一回り大きい艦載機運用するよ。このゲーム、構造をコピーできるんだけど、これもバグなのかまともにコピーできません。ずれとるやん。特にパネルをコピペするときに発生するんだよね。この問題は1年以上放置されてます。さらにヤバいのは、バグったまま作るとロードしたときにデータがぶっ壊れてるときがある。今回何回ぶっ壊れたん？ 3 回や3回。くさ。で、セーブしてロードしたんだけど、壊れててくさ。また壊れてる。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、全長75メートルくらいの飛行甲板できちゃった。これだけでもパーツ数えぐいで。機体に最初に乗せたコックピットがコントロール位置になる。今回は埋め込む形でここに設置。先端は翼パーツを使って閉じる。前見えん。一応無人設定なんだって。で、今回の機体デザイン元ネタがあるんだけど、何かわかんないんだよね。はい。何か調べてた時に検索結果でチラッと出てきたんだけど、何で出てきたのかがわかんない。形もはっきり覚えてなくて、飛行甲板の両脇に構造があったんだよね。それでこれか。そう、こんな感じ。多分、なんかの SF 作品であることは間違いない。これ以上記憶の通り似せちゃうと問題あるから変化加える。両脇に燃料タンク一式を搭載。液体水素タンクを2つつけてデコるでしょ？末端にゲーム内で最大のエンジンを搭載。翼もつけて代替できた。前の空母に比べてええ感じやん。ベースになった機体デザインが良かったんだよね。すでに80メートルくらいあって機動性がめちゃ悪いと思う。カナードか。男の子が好きなカナードを搭載。あとは尾翼のセットだね。エンジン周りも寂しいしで買っておこうかな。これあるや。そう、学熱ロケットエンジン。またアホなもん乗せんな。これでいつ宇宙に飛び出しても大丈夫。
あとは後ろをそれっぽく閉じれば完成。これも翼パーツか。パネルは設置しにくいし、コピーするとバグるから翼で作ると楽だね。はい、艦載機はまだだけど、こちらが完成した空中空母。全長は80メートル行ってなくて、約77メートル、幅は56メートル。パーツ数は554個だけど、艦載機とか乗せた最終モデルでは800に近かったかな。また重くなるのはしゃあないか。飛行甲板は動かないようにストラットで固定しないとダメだし、パーツも多くなるね。はい、作ったら試験、これ重要。なんかバタバタ動いとる。あれ？わかった、骨組みのトラス同士をストラットで固定してない。トラスが動いとるから表面のパネルも動いとるんか。段差はできてるけど構造自体は問題ない。パネルの上も歩ける。緑くんおかしなことなっとる。面倒だしエンジン点火。だから緑くんジャンプしとる。とりあえずこれで飛べるか確認しないと空中空母は作れない。よし、加速と滑走は問題ない。今のところ安定して進んどる。待て、緑くん落ちる。違います、うちの視聴者さん。もっとあかん。そんなことよりまずい、コントロールがおかしい。滑走路外れる右や右。ちょっとおかしいんだって。左の強く焦げた。すごいフラフラしてる。パネルぐにゃぐにゃ。あ、構造以外のコントロールできとらんやろ。あっちゃー、どこかにぶつかっとる。やだ、管制塔にぶつかっちゃった。誰こんなところに作ったの。誰も突っ込んでくるとは思っとらん。はい、試験2回目。隠れて見えないんだけど、中央の骨組みになってるトラスはガチガチに固定。さっきみたいにバタバタしとらん。完璧。滑走開始。こういったパネル搭載すると重いし数も多くなっちゃう。ぐにゃぐにゃ動かないように固定もしないとダメだから、さらにパーツ数も多くなる。悪循環になるんか。平らなパーツも面で一気に作れるようにしてほしいよね。待て、先っちょおかしくなっとる。あれ？どういうこと？中身見えとるやん。設計画面ではちゃんとついてた。これもバグやろ。今回バグ落ち気なんだけど。というか滑走路終わる離陸せい。離陸せいってさっきからやってる。離陸できない。一番バグっとるの自分や。ほら、最後崖になってるから大丈夫。よいしょ。なんとか離陸できた。完璧でしょ？ちょっと待って。なんかおかしい。いつもおかしい。機種が強制的に下向いちゃう。高度上げる。無理なんだって。あかん、墜落しちゃった。またバラバラやん。試験飛行5回目。何回墜落しとるんや。未知の事象が発生している。バランスが悪いと思って主力は後ろに、スラスターも機種付近につけて姿勢を維持できるようにした。綺麗に離陸した。いいよ。ちょっと待って、そんなことない。機種上げる。やってる。これ以上無理。また墜落。あのね、今までに経験したことがない問題を抱えてる可能性がある。しかも原因がわからん。何回かやってわかったのは、低速飛行は問題ない。ある程度速度出ると急に機種が下がり始める。どんな問題や。バグが原因の可能性もあるんだけど、その前に機体。この前側のところが手前に傾いてるんだよね。これ作ったの翼構造やん。だから、ある程度速度出ると空気抵抗というか、そんなのが増して、下向きの力が加わると、この先っちょも問題がありそう。これ回収必要やで。でもずんちゃんは面倒だし、見た目を変えたくない。そこで同じ構造を上向きにつけてバランスを取る方法を思いつく。無理やり打ち消し合う方法やん。大丈夫、見えないように内部に隠したから。これ大丈夫か？はい、見た目はほとんど変えずに問題解決しちゃった。作ったら試験。こっそりエンジンも増設されとる。さっきからつけてたんだけど、速度遅い気するし、水力変更で姿勢制御の理由もある。どうや。今時速 360km くらいなんだけど、安定してるね。やったやん。かなり遅めだけど、揚力が発生してて失速しない感じ。緑くん、危ない危ない。だからやっとるのは自分や。というのも、空中空母の疑問として、飛行中の甲板上で作業できるのかという問題。流されとる。緑くんの足にはマグセーフみたいな強力な磁石ついてる感じなんだけど、それでも無理あるね。新幹線の上で立って作業しとる感じやから、現実では絶対無理や。はい、飛行試験は順調。速度出してどうなるか見てみる。おっとっと、また機
秒速 200m、 時速 720km を超えると異常な動作を始めるみたい。これ以上の速度は出したらあかんと。よし、一応安定して飛行することができた。ゆるふわ軍事チャンネル、残すは艦載機をつけるだけ。機体の固定はドッキングポートか。ここんところ離れてるけど、ゲームではちゃんと機能する。機体デザインはこんな感じ。昔作ったことあるような感じや。形は翼くらいしか変えられないから似てきちゃうね。さらに両脇にスラスターを搭載して姿勢をすぐに変更できるようにします。前回着艦にめちゃ苦労したからな。着艦後の機体固定は前回と同じドッキングポートを採用、というかこれしかない。母艦側の接続ポートは先端につけておきます。それともう一つ、空中給油を試す。空中給油といっても背中にドッキングポートをつけて接続する感じ。その接続先は母艦下部に搭載。ここに艦載機の給油口を接続すると下部に行ける。ドッキングポートが正しく接続できるか試験。高さとかアットランと悲劇起こるからな。接続解除して先っちょまで行く。ドッキング解除。これさっきみたいに沈んどる。どういうこと？降着装置そのものがバグっとるやん。前はこれで行けたのに。状況としては非常にまずい、というか降着装置が使えないと離着艦できない。ちゃんと調べんからや。だって前回貫通しなかったし。あかん。賢いズンちゃん、他の車輪ならなんとかなる説を試す。ダメや。多分車輪全般がパネルとか構造の上だと無効化されてる。ほんと、なんとかせ。女神様みたいに優しくて JK もちもちアイドル、かわいいズンちゃん。こうなったら胴体チェッカー案で行くしかない。むちゃくちゃや。大丈夫、昔イギリスが空母でやったことがある。はい。さすがに同じことやると確実に壊れるから、頑丈な降着装置本体を使う。最高速チャレンジでやった方法か。多分めちゃ滑るからこれで着艦するしかない。一応車輪も隠すように出してブレーキを効くようにする。予想では車輪は貫通して使えないけど、ブレーキ機能は効くと思う。前輪はさらにステアリング機能もつけて向きを変えれるようにする。車輪と降着装置本体のハイブリッドや。で、試験してるんだけどブレーキはやっぱり効いてる。そのまま近づいて先っちょのドッキングポートを合わせると、ある程度近づくと接続できるはず。行ったか。接続成功。これで行くしかない。空中空母完成や。ゆるふわ軍事チャンネル、はい、なんとか完成した空中空母発進するよ。ちなみに艦載機乗せた状態で飛べるか試験していません。簿記に比べて小さいから多分問題ない。動力問題ないね。一応ちゃんと動いとるように見えるで。上下逆についてるところもない。エンジン燃焼開始。エンジン燃焼開始。ブレーキ解除、滑走開始。いった。というか降着装置めちゃたくさんついとる。前輪が6つ、後輪部分が8つだね。降着装置もサイズごとに高さが違ってて位置合わせが難しい。現在の速度 520km。 奇襲で離陸するよ。前輪浮いた。このままゆっくり上昇開始。離陸成功や。降着装置格納。降着装置格納。よし、今のところ特に問題ない。かなり離陸早くできたな。やっぱり揚力は十分だね。はい、このまま基地から離れて艦載機の離着艦します。飛行姿勢は安定しとる。ここから難易度が一気に跳ね上がる。艦載機エンジン燃焼開始。降着装置出てない状態で飛びながら発艦できるかわからん。エンジン出力 100%。 ドッキングポート解除。ドッキングポート解除。発艦開始。お、よいしょ、いけた。艦載機の重量バランスも問題ない。完璧やで。よし、一旦このまま離れて次は着艦試験に移る。綺麗に飛べとるで。問題は空母の方なんだけど、一応自動姿勢制御は効いてるんだけど、直進し続けてくれるとかの機能がなくて何もしてないのと変わんない。あれや、宇宙で衛星の姿勢を維持してくれる程度のやつ。だから安定して飛行できるように作るのが必須なんだよね。空母の方一応綺麗に飛べとるで。もしかしたら着艦一発で成功しちゃうかもしれない。とりあえず 2km ほど離れてからやってみる。はい、大変なことに気づきました。早速トラブルや。空母が速くて追いつけない。くさ、低高度だ。
だとこのエンジン推力が上がらないみたい。どうすんねん。カーバルスペースプログラム2を始めて1年。ずんちゃん、アフターバーナーを使えることを知る。なんで知らんかったんや。キーボード操作だと設定しないと使えないんだって。というか空母がやばい。左旋回しとる。こんな感じで姿勢維持する設定入れても暴走する。上下左右に勝手に動き出すから若干激ムズなんだよね。空母と艦載機交互にコントロールセンター関門外や。はい、なんとか制御取り戻して初アプローチ。侵入コース A で第1回目で地獄の若干繰り返したからスキルがある。ちょっと低い、行き過ぎや。ちょっとしか動かさなかったんだけど。空母まっすぐトンネルで絶好のチャンスなんだけど、少しの操作で大きく外れちゃう。見て、こんな感じで艦載機側がフラフラしちゃって姿勢が定まらない。これ大丈夫か。初アプローチ失敗。2回目、速度出しすぎて失敗。3回目、とりあえず着艦してみることに。とりあえずってなんや。ほら、奇跡起こってうまくいくかもしれないし。ぶつかっとる。これいけるよ。着艦正しくは墜落や。ほら、ちょっとした操作でめちゃ上下しちゃう。よいしょ。リアルやったら大事故や。ちょっと待って、衝撃で空母左旋回開始。待って、ストップ。ストップはない。ロープないの。ロープどこにあるんや。というか左の翼なかったけん。これね、想像以上に難しい。10回目のアプローチ。どんな角度で入ってきとるんや。あのね、若干コースまで持っていくのは難しいんだって。空母降下開始。そして着艦した衝撃なのか、すぐに姿勢崩す。さらばだ。着艦開始1時間ロードしたら機体が未知の形状に。どういうこと？知らん。こんな形すんのに蹴飛ばしてもならないんだけど。緑くん外出すな。シュッと墜落。数えてないんだけど25回目くらいのアプローチ。なんか空母がくにゃっとったで。これで激ムズってレベルじゃない。奇跡でも起こらないと着艦できないやつ。前も同じこと言っとったで。はい、始めてから2時間が経過しました。そろそろ足に血栓できそうなんだけど頑張る。地獄の挑戦や。挟まっちまった。エースコンバットネタ来た。ガチで挟まって抜けないんだけど。空母フラットスピン始まっとる。シュッと落下。一瞬外に出た緑くん見えた気する。これも作って分かったんだけど、垂直尾翼にヒットするケースがかなり多い。ま、二つやん。リアルで作る場合は垂直尾翼がない方がいい。ゲームやと映像映えあるからあった方がええと。来た来た。若干来た。どこか壊れた。気合で先っちょまで行くしかない。どこか壊れた。いつもニコニコあなたの隣に這い寄るコントン、東北ずんこ。完全にホラーや。またフラットスピン始まっとる。嫌な予感しかない。あかん。ちょっと待って、ストップ。バラバラやん。ほら、垂直尾翼あると面白いでしょ。はい、着艦開始から3時間が経過しました。皆さん冗談でも嘘でもやってガチですからね。来た来た来た。もう主翼ないやん。カーバルスペースプログラム2だと主翼なんて飾り同然。絶対そんなことない。やばいやばい。さっきからやばくないことがない。止まった。ズンちゃん、いいこと思いついたんだけど。緑くん脱出。ちょっ、見てください。事実上着艦成功。待て、空母すごい勢いで回転しとる。どういうこと？艦載機遠心力で飛ばされる。すごいことが発生してる。危ない。ちなみにもう一人乗ってるんだよね、あれに。わろた。何わろてんねん。やらばだ。見守るのは得意な東北ずんこ。そんなことより空母がすごい角度になってる。90度近いやん。みどりくん絶対絶命。絶対絶命なのはいつもや。これ何回目のアプローチや。セーブデータで直前からやり直してるから軽く100回は言ってる。大爆発しとる。はい、5時間が経過しました。深夜3時だよ、3時。これね、わざとやってるんじゃなくて狙ったところにそもそも着艦できない。難しいのがいくつかあって、空母が上下左右にランダムに動くからそもそも直進してない。今は分かりにくいけど少し右に旋回してるからそれに合わせないとダメ。これ無理やろ。
冷静に何が悪いか、どうすれば成功するか考えよう。どんな姿勢で考えとるんや。基本的な問題は第1回目の空中空母と同じで、適切な速度、進入コースでアプローチする必要がある。空母は操縦切り替えてコントロールできても姿勢維持できない。ほら空母、右旋回から左旋回に変わったでしょ。わかった？確かに左右にブレみたいなの発生しとる。でもズンちゃんは空母の進路は知ってる。なぜならセーブとロード繰り返してるから。 A コース来た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 、綺麗に着艦来た。ドッキングポートまで残り20メートルくらいや。ハイオルコント JK カワレイ東北ズンボ。うん、くっしょる。待って、ブレーキ、ちょっとストップ、止まれ。必死すぎて草生える。マジで初めて綺麗にここまで来たんだって。浮き上がった。まずい、ここで諦めないのが東北ズンコ。これもうダメやろ、どこか壊れた。もう何もできません。またやり直しや。編集でごまかせない。ごまかせるまでいっとらん。そんなこともあって、なんとなくやり方が分かり始めたズンちゃん。皆さん収録2日目です。設計も入れたら3日目。胴体着艦なんだけど、サスペンションある膠着装置使わないからバウンドしない利点がある。ということはこっちの方がええ可能性あるんか。サスペンションの設定次第だと思うけど、これでも多分問題ない。待て、空母がやばい。折れちゃった。そんなことあるんか。もしかしたらパネルの設置位置が悪かったのかな。まあこういうこともある。さっきからこんな感じや。できるまで絶対に諦めない東北ズンコ。またすごいっせ。でも高確率で飛行甲板まで行けるようになってきた。速度を下げるタイミングもほぼ同じにする必要がある。もっと言えば左右の姿勢移動もほぼ同じ回数やるみたいな感じ。そんなん無理やん。だいたい合わせるだけ。みんな行くよ。コース A で。ここでイギリス指示着艦。素早くエンジンパワーを上げて前進。もたもたしてると空母が回転しちゃう。エンジン出力上昇中。ドッキングポートに接続して機体を固定しないといけない。一発勝負や。行き過ぎると落ちるで。来た来た来た。あれ？ちょっとずれとる。ほん？ドッキング成功の音来た。やりました。ドッキング成功。ようやったわ。初めてドッキングポートまで行くことできた。皆さんこれやるのに10時間かかっちゃったよ。これ次はできんで。本当に諦めなくてよかった。はい、このまま基地に帰還だね。空母本格的に飛ばして分かったんだけど、めちゃくちゃ安定性が悪い。安定性高い機体必須みたいなこと言っとったの誰や。よく考えたら試験飛行の時旋回試験してなかったんだよね。方向転換は予想さえないできない重大な問題がある。しかもそのまましておくと勝手にスピン始めちゃう。この機体問題やりすぎやろ。もしかしたらエンジン配置は前後につけるとか、牽引式が安定する気がするね。はい、何回か回転して滑走路まで来ました。膠着装置展開。ランディング機は降りるで。よし、全部出た。これまで点とか変な方向で固定されるバグあったからな。進入コース正常、着陸いけるで。左右の方向転換は問題あるけど、まっすぐ飛ぶくらいならなんとかなる。現在の速度時速 320km。 いつも以上に低速なんだけど、それでもかなり強い揚力感じる。機体自体が翼みたいな感じやからな。まもなく着陸。そのまま姿勢維持。着陸。エンジン停止。着陸成功や。シューってブレーキかけて停止。なんかかなり進んで停止したで。ちょっとブレーキの効き悪かった感じするね。第2回目の空中空母もなんとか成功できた。めちゃ時間かかったで。はい、ということでもう一つやってみたいことがある。そういえば空中給油どうなった。双方一応下からもアプローチしてみたんだけど、これは絶対に無理だね。長時間やればいけるかもしれないけど、移動幅が大きいこの空中空母では無理だと思う。専用の機体必要って感じやな。これ海や。そう、さっきの着艦中に海に墜落したことがあって、機体が浮くことが判明。エンジン燃焼開始。見てください、何度もの空母のようなもの。音が絶対空母やない。でね、何をしたいのかというと、絶対墜落しない、多分左右にぶれたりもしない水上なら楽に着艦できるか確かめる。
確かに空飛んどる時より安定はしとる。ドッキング解除。さらにズンちゃんの飛行スキルも見せることができる。あれか飛行が下手すぎて何時間もかかった説。ズンちゃん普通に上手だからね。なんか引っかかっとる。あれ待って、ストップストップ。あれ今日何回ストップいっとるんや。垂直尾翼でとどめ刺される東北ズンコ。ズンちゃん可愛いからいじりたい男子なのかな。今のはガチや。というか滑走距離が短くて離陸できない問題。降着装置を出し入れして無理やり飛ばす案を思いつく。ダサすぎるや。こうしないとドッキングポートにぶつかっちゃうんだって。ようわからんけど発汗できた。ズンちゃんはアイディアの宝庫、何でもやってのける。ぐるっと旋回して後ろから着火するよ。 2km 程度なら離れても消えんのやな。あれあれ何やってんねん。なんかゲーム内の時間が止まったんだけど、何者かがスタンド攻撃を受けている。またバグやバグ。みどりくんは止まった時間でも動ける能力がある。はよ飛行戻れ。はい、今は空母の後方 1km。 飛行速度 430km や。推力下げて着艦に備えるよ。コースも A で速度 300km。 このまま着艦。いったいった。ドッキングポートまでそのまま進むよ。いけた。これ微妙に高さずれとるやん。高さ調整してなくて噛んで置いたんだよね。いきなり潮吹いた。キュルキュルなんや。ドッキング成功。ほら、ズンちゃん飛行上手でしょ。バトルフィールド1942でヤバい人たちの中でプレイしてたからね。皆さんそんなこと言っとるけど、一応2回目で成功しとるで。1回で成功したみたいに編集してるんだから言っちゃダメだって。はい、今日もあかねちゃんの告げ口馬が出たところで終わっておこうかな。面白かったらぜひチャンネル登録してくださいね。また今度空中空母やるで。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。